いきなりなんだ、光が見えない。それに頭が朦朧として、みんな、みんな離れるな。ロニー、ティーゼ、ユージオ、キリト、ここみんな無事か。キリト先輩、よかった、目を覚ましたんですね。ロニー、ティーゼ、メディナもいるな。ユージは？それが見当たらないんです。私たち城の中にいましたよね。突然光に包まれて、それからどうしてこんなところに。ユージオ先輩だけいませんし。単独行動はなしにしようと話した。ユージオがそれを破るわけがない。きっと何かの要因ではぐれてしまったんだ。探さないと。はい、助けを求めてる状況だったら一刻を争いますから。それとあの城にはやっぱりおかしな仕掛けがあるんじゃないでしょうか。調べる必要があります。ああ、そうだな。まず自分たちの状況を確認し、体制を整えよう。それから勇士を探し、城のことも再調査だ。ティーゼ、大丈夫だ。あいつの強さは俺が保証する。今頃あいつも無事で俺たちを探してるって。早いとこ見つけてやろう。はい、キリト先輩。とりあえずフィーディスの村にまた行ってみましょうか。村長さんが何かあれば頼ってとおっしゃってくれていましたし、訪ねてみましょう。たちは誰？あの、私たち一度訪ねてきてるんだけど、覚えてないかな？知らない。今日は誰も来てないよ。お父さん、お父さん、どうした？おや、何かお困りですかな？
私はフィーリスの村の村長です。実は困っていて、お借りした鍵で城へ入ってみたんですが、気がつけば城の外に。自分でも言っていて変なのは分かってるんですけど、今までにそういう事例はありますか？何のことだか。いやはや全く。そもそも人違いをされているかと。私はあなた方とは初対面ですし、城の鍵なんて渡していません。城は常時民のために開かれています。悪夢の城が？入ると危険だから鍵を管理していたのだろう。悪夢の城？どこのことでしょう。ここで城というなら青原城です。青原城におわす王様は誰にでも手を差し伸べる素晴らしきお方。これはご存知ですよね。青原城。あなた方は一体どこから来たのですか？何かがおかしい。全く同じ場所のはずなのに、まるで中身だけごっそり別のものと入れ替わっているような。俺たちはセントラルカセドラルから来た剣士です。俺も尋ねたい。ここには、この世界には氷教会は存在しますか？何ですかそれは。セントラル氷教会？皆さん、私をからかっているんでしょうか？もしそうならお引き取りください。これでも忙しい身ですので。驚くべきことに、どうやら俺たちがいる世界は元いた場所とは違うようだった。断定したくはないが、そう考えないとおかしいほどのズレがこの世界にはある。聞き込みをした結果、いろいろ分かった。まずこの世界には貴族制度がない。転職もなく、望めば好きな職業になれる。自然資源が豊かで、飢餓はなく、病もほとんどない。村の人が言うには、それもこれも全て青原城にいる王様のおかげということらしい。村の人たちは何かあれば王様に会いに行けと口を揃えて言う。俺は散りばめられたいくつかの事柄が、どうしても一人の少年につながっているようにしか思えなかった。ユージを探そう。それとこの世界のことももう少し調べた方がいいと思う。また別のアンダーワールドとよく似たシミュレーション空間に転移した。いや、まさか。賛成です。お城も気になりますが、その前に他のところにいないか確認した方がいいかもしれません。ああ、あと一つ確認したいことがある。ひとまず外に出てみよう。おじが生還者の若者、膝掛けをくれたおばあさん、ユージオのことを覚えているか確認を取りたい。ユージオ？そんな人いたっけな。いたような、いないような。王様の見た目と似ているのね。王様も亜麻色の髪をした、とても素敵な人なのよ。
みんな、雪だるまの道へ一度戻ってもいいか。確かめたいことがあるんだ。構わないが、ユージを探しにか。いや、きっとあそこにはいない。それとは別に、実験したいことがある。何かに阻まれているなあ。道が見えているのに行けないよな。ああ、ゾッとする。どういうことなんだ。一体何なんだこの世界は。一つ仮説を立てる。この世界が俺たちの世界とは違うことは確かだ。非常に似通ってもいるけど違う。決定的なのは氷協会の存在がないということだ。この世界の成り立ち、歴史からしてそれがないということはありえない。ここは別物、作られた空間だよ。俺たちはそこに迷い込んでいると俺は推測している。そして別のシミュレーション空間でもない。実際にアンダーワールド内で起こっている現象のはずだ。作られた空間、どういうことだキリト。もっと分かりやすく言ってくれ。そもそも俺たちが行ったのは悪夢の城だ。生存者の人の話を思い出してくれ。精神に干渉する何かが仕掛けられているんじゃないかという推測は最初からあったよな。ああ、だからこそ慎重に行こうと話していた。精神干渉じゃなくて、これは夢、幻覚を見せられているんじゃないのかっていうのが俺の仮説だ。夢？夢って寝るときに見るあの夢ですよね。じゃあこれは私の夢ってことですか。だって私は自分の頭で考えていますよ。俺もだよ。だから集団幻覚に近いのかもな。集団幻覚？キリト先輩、すみません、言ってることがわかりません。うん、ごめん。わかりやすく言うな。おそらく本当の俺たちの体は多分ちゃんと悪夢の城にいる。俺たちは寝てるだけなんだ。みんなで同じ夢を見ながら寝ている。きっと今まで被害に遭った調査隊も同じ状態に陥ったんじゃないかな。それも悪い夢な。集団幻覚。ちなみにその場合、調査隊の大勢が死んだことはどう説明する？悪い夢を見て互いに殺し合いをしたと。いくら幻覚といえど禁忌目録に違反するぞ。そこが俺の仮説の最大の問題であり、ちょっと考えたくないところなんだが、これさ、夢を見ている間に第三者に殺されてるんじゃないかな。だって寝てる体なんてやりたい放題できるじゃないか。キャー！早く起きなきゃじゃないですか。そうなんだよ。おまけにだ。じゃあこんなことをできるやつって誰なんだろうってなるよな。すごい神聖術の使い手とかですか。いや、本当の世界では殺人は禁忌だろ。だからさ、これそういう風に人を争わせるような夢を見させている化け物とかがいてさ、今も夢を見ている俺たちを食べようとしてよだれを垂らしているんじゃないのかな。って言ったらみんなどうする。
だよな、そういう反応になるよな。先輩はどうしてそんな冷静なんですか？その冷静さも怖いです。解決に至るには冷静になれなきゃいけないって必死なだけだよ。内心俺だって叫び出したいって。あと一つ希望があるからかな。希望？この夢、幻覚は特定の誰かの精神世界が強く影響されていると思う。格差や不自由のない理想な世界、青原城。ユージオ先輩。そう、幻覚といえど誰かの思考を下敷きにしないとここまで作れないだろ。思考を広げて幻を作り上げ、その中に他の人間も放り込み混乱させているとしたら、母体とされているユージオをどうにかできたらみんなで一気に覚醒できる可能性はないかな。現状それくらいしかやれること思いつかないんだよ。村の人の話から推測するに、黙っててもそのうち目覚めるくらいの幻覚なんだろうけど、その時はもうボリボリ食べられてる。内側から起きられる行動を取らないと。お前の考えることは突拍子もなさすぎて私には全てを理解できないが、とにかくユージを探せばいいんだな。探しましょう。私もしキリト先輩の言うことが本当で今食べられてしまう状況なら、ならせめて私ユージオ先輩を見つけてから死にたいです。別れたままなんて嫌です。死ぬ前にユージオ先輩に会いたいです。ティーゼ、ごめん。それにみんなも、俺みんなを不安にさせた。守る立場なのに自分の中だけでとどめておくべきだった。いいえ、そんな。キリト先輩ごめんなさい、取り乱しました。先輩は悪くありません。冷静でいてくれる人が必要です。そうだぞキリト、こういう時こそ情報を共有して一致団結しなくてどうする。お前は悪くない。それに私は守られる立場ではないぞ。とにかく行ってみましょう、青原城へ。そこにユージオ先輩がいるかもしれません。
キリト。ユージオ、よかった、探したぞ。みんな、いた、ユージオがいた。みんなも、嘘、本当に君たちなのかい？当たり前だろ、俺だけじゃない、みんなも。どうしたんだよ、そんなに不安だったのか。ドニエ、ティーゼ、メディナ、みんな、泣くなよ、ちょっと会えなかっただけだろ。ちょっとじゃない、100年。僕は100年ここにいる。何を言ってるんだよ、ユージオ。そんなことあるわけないだろ。本当だよ、キリト。僕は100年ここに囚われているんだ。君たちはもしかして、ついさっきあの城の閃光で目の前が見えなくなってこちらに来たのかい？そうか、そういうことか。時の流れが違う。だから、ああ、そうか、そうか。してるよ、僕はいつもこういう役回りなんだ。先輩の言ってることは変です。そんなのおかしいです。ティーゼ、変わらないね、声も瞳も。君に会えてどんなに嬉しいか、君には理解できない。ユージオ先輩だって変わりません。100年なんてそんな嘘ですよね。だって、じゃあ見た目は？見た目？ああ、僕は今何らかの理由で天命が凍結されている。からくりはわからないけれど、事実そうだ。おかしいと思うなら、僕の知性の記録を後で保管庫から出すよ。自分で書いたのもあるし、途中からは書記官に書かせたけれど、それは十分な証拠になるんじゃないかな。読んだらわかるさ。僕は100年前一人で飛ばされて、それからずっと君たちを探してきた。探してやがて気づいたんだ。あれ、もしかして僕だけこの世界に来てしまったんじゃないかって。それからは反響乱だったよ。泣いたりわめいたり、いろんなことをした。どれくらいそうしてたかわからない。自分の天命が何をしても減らないということも途中で分かった。そうなると僕は生きるしかない。なまじ、キリト、君と冒険をしてきた僕だ。生きるならよりよく、誰かのために頑張りたい。そうやって人に尽くしていたらさ、すごいよね。僕、たくさんの人に認められて、いつの間にか王様にまでなってしまったんだ。笑うだろう、
みんな、これは、この平和な世界は僕が君たちと離れた寂しさから作り上げた狂気の末の希望の世界なんだよ。そして今、100年の孤独に耐えた僕はやっと昔の友達と会っているんだ。あのキリト先輩、これって先輩の推論からすると、ユージオ先輩はそういう幻覚を見てる。同時期に意識を失ったけれど、体感時間が異なるのは自分で信じ込んでいるからだと思う。自信なくなってきたけど、いや、むしろ確信してもいいのか。ユージオだけ明らかにおかしいのは、これがあいつの精神世界から派生した幻覚だと考えれば、一人だけ幻覚が強いのもうなずける。何せよ、今のユージオに幻覚だと言っても信じなさそうだな。まずは落ち着かせないと。ユージオ、一人にさせて悪かった。とりあえず俺たちと元の世界へ帰る方法を一刻も早く探そう。話したいこともある。帰る？どうして？どうしてって、そんなの当たり前だろ。ここは俺たちの世界じゃない。嫌だよ。どうして？ユージオ、やっと会えたんだ。みんなでここで暮らそう。あの世界に戻る方法を探すだなんて、どうしてだい、キリト？ユージオこそなんでだよ。俺たちの世界にいつもの人間になんで帰りたくないんだ？キリト、君は俺たちの世界って言うけれど、君の本当の世界はリアルワールドというんだろ。僕が知らない世界。君はそこに家族も友達もいた。僕の世界は君のように優しいものじゃない。君は知らないだろうけど、僕は家族からはいいように使われているだけで、家族って名前で縛られた道具みたいなものだった。家族なんて名ばかりだよ。そこに僕が本当は欲しかったぬくもりなんてものはなかったんだ。なら私たちがいるじゃないか。家族がいなくても友人の私たちが。もちろんだよ、メディナ。けどね、僕は100年ここにいる。もうこっちが真実なんだ。君たちが来てくれたことは嬉しい。だからここで一緒に暮らしてほしいんだ。ダメです、そんなの。ダメです、ユージオ先輩。帰りましょう。オートでみんなが心配していますよ。本当に？誰が？みんなです。私も離れてからずっと先輩を。ティーゼ、君にはこちらの方がふさわしいよ。貴族制度に縛られることのない自由な時間をあげられるよ。好きなことは何だってできるんだ。友情先輩、友情。アリスはどうするんだ？アリス、アリス、忘れたのかよ！忘れるわけがないだろう、キリト。そうだね、アリスがいた。でもそちらにいるのは僕のアリスじゃない。僕のアリスはこちらにもいないけれど、いない事実は一緒だ。なら比べてみて、より良い世界の方が住む分にはいいだろう。ここではみんな僕を頼ってくれるんだ。僕を必要としてくれるんだ。誰かのおまけじゃない。すごい居場所もある。王様なんだよ。ただの刻み手だった僕が王様に。
ユージオ、お前正気じゃない。それはそっちだよ、キリト。少し頭を冷やしてもらわないとダメみたいだね。この世界に来たばかりなんだ。仕方ない、わかるよ。はっ、王よ、何なりとご命令を。みんなを鍵のかかるところへ閉じ込めて。僕の大事な友人だ。どこへも逃げさせてはいけない。ずっとここにいてもらうんだ。かしこまりました。暴れるな、ご友人。さあこちらへ。ごめんね、執務が残っているんだ。みんな、また後で会おう。はっきりしてることがある。あの友情はいつものあいつじゃない。ああ、そうだな。それにキリトの言うことが私にもようやく分かってきたぞ。どう考えてもこの現実はおかしい。きっと村の生還者もこのような悪夢を見たのでは。現実と似てるけど、そうではないところで仲間内で争う、まさに悪夢だ。もう一度ユージオとちゃんと話さないと。閉じ込められたが、扉も体当たりすれば開きそうだし、脱出を開始しよう。おい、おとなしくしているか。王様が食事を運べと言うから持ってきてやったぞ。ティーゼ君。すみません、武器は奪われてなかったんで。剣の塚で気絶してもらいました。一刻を争いますからね。脱出しましょう。ユージオ先輩のところに行かないと。おキリト先輩、ティーゼはユージオ先輩をすごく慕ってるんです。私もキリト先輩が同じ状態になったら同じことしますよ。頼もしい後輩たちだな。よし、深くは突っ込まない。脱出するぞ。